セリスたちの長い旅もようやくその最後の時を迎えようとしていた。解放軍の活躍は帝国の圧政にあえぐ人々を勇気づけ、各地で住民が蜂起した。まず最初にシエジアが住民の手に戻り、そして次にアグストリアが解放軍に呼応して兵を挙げた。だがグランベル本国にはまだドズルのブリアン公司率いるオノキ師団グラオリッター、ユングビーのスコピオ公司率いる弓木師団バイゲリッター、フリージのヒルダ女王率いる雷騎士団ゲルプリッターなどの精鋭騎士団が温存され、そしてバーハラにはイシュタルと魔王子ユリウスが謎の十二魔将を従えて不気味な沈黙を守っていた。イザクでの放棄からすでに1年余り、十二聖戦士は光と闇に分断され、肉親同士が相打つ悲惨な戦いが続いた。そして今最後の聖戦が始まった。終章最後の聖戦。どうもタブヤンです。さあついに終章行きましょう。父上は死んだか。皇帝などもはや無用の人間、殺す手間が省けたというものです。父上も哀れなものよ。貴様に利用されるだけ利用されて、用がなくなれば無残に捨てられるか。すべては殿下の御意です。御意です。アルビス教はロプトの血を受け継ぎながら帝国の再興には反対されておりました。今日は炎の聖戦士ファラの気質を強くお持ちでしたから、いずれは殿下に敵対されたでしょう。分かっているさ。ところで反乱軍はシアルフィーまで来たそうだな。帝都の守りは大丈夫なのか。ご安心ください。シアルフィーの奪回はエッタのロダン司祭とドズルのブリアン公司に命じてあります。ご心配には及びません。そうか。ところでユリアはどうしている。この城の牢に捕らえております。誰かユリア工場を連れてこい。ユリア、久しぶりだな。私を覚えているか。ユリウス兄様。ほう、覚えているのか。お前が消えてからもう7人にもなるというのに。すべてを思い出しました。まるで昨日のことのように。ふん、それはよかったな。優しかった母上のことも思い出したか。あなたは誰なの。あの時マンフロイ大司教が不気味な黒い聖書を持ってきた時、何もかもが変わってしまったわ。優しかった私の兄はその日を限りにいなくなって、後に残ったのは恐ろしい力を持った悪魔の子だけだった。あなたは母様だけでなく兄様まで私から奪った。あなたは一体誰。なぜ私を苦しめるの。私はロプト一族の力を受け継ぐ者、この世界の支配者なのだ。ユリアよ、我が宿敵ナーガの力を受け継ぐ者としてお前にはここで死んでもらわねばならぬ。お待ちください、ユリウス様。この娘にはまだ使いようがあります。後のことは私めにお任せください。何か面白いことでも考えたようだな。分かった、私はバーハラに引き上げる。後のことはお前に任そう。ただし油断もするなよ。エッタ、ユリウス殿下のご命令だ。僧兵たち、傭兵、この地を死守せよ。混成騎士団はシアルフィー城を奪回するのだ。
シアルフィ。いよいよだな、セリス。最後の戦線が始まる。大事なとこ噛んだぞ。最後の聖戦が始まる。聖戦？これが？そうだ、ユリウスはロプト一族の末裔として暗黒帝国の再興を企てている。何としても食い止めねばならない。レヴィン、あなたは何もかも知っているのですね。話してください。一体どういうことなのです？すまないセリス、今までお前に隠していたことは謝る。私はこの十数年、世界の真理を探るために旅をしてきた。そして大きな秘密にたどり着いたのだ。秘密？ロプト帝国の創始者であるガレ司教は若い時に海を渡って世界を旅したという。その目的はある伝説の生き物の生き血を飲んで人間には及びもつかない力を手に入れることだった。まさか古代竜族の生き血？でもそんなのは迷信でしょう。だが旅から帰ってきたガレ司教には不思議な力が備わっていた。もともと野心家だったガレはその力を利用して若者たちを感化させ自分の思いのままに動く悪魔の軍団を作り上げたのだ。では暗黒神ロプトウスというのは？多分古代竜族の一人なのだろう。そしてガレの子孫にはその竜族の血が受け継がれている。ロプト族の悪しき力は竜族の力に他ならない。では我々の祖先である聖戦士とは？伝説ではダーナの砦で解放軍の12人の戦士に神々が降臨したと言われている。しかしセリス、この続きはまた後にしよう。今は敵の攻撃に備えねばならない。さあ始まりました、終章。データ見てみましょう。最後の聖戦、目的バーハラ城の制圧。うっそ、こんなになんか周囲囲まれてるよ。マジで？いきなり遠隔魔法を撃ってくる感じだよね。そしてロベルト。ああ、これは完全に傭兵ですね。なんだこの大軍は。ボイス、こいつも傭兵か。そして守備はユフィール・ダーク・ビショップ。これがエッダ城ですね。そして全体マップを見ると、この西には村があってシアルフィーからね、一番最初のシグルドの戦いのマップなのかな。ドズル城。そしてあ、バーハラ城。ここがバーハラ城か。へえ、ど真ん中にあるんですね。ベルトマー、そしてフリージ。なるほど。ということでね、いつも通り装備を整えたいと思います。現在のメンバーは確認していきましょうか。レベル30のもう最強メンバーがね、ラナ、コープル、セティ、ナンナといますよ。ラナ、コープルね。そしてセティ、やっぱり魔法使いばっかりだよね。このゲーム、杖を振ったら一気にレベルが上げられるからな。ということで杖振り4部隊がレベル30。そしてティニー、デルムッドと続きますね。デルムッドが最後の最後強くなってくれたね。嬉しいな。そしてアーサー、ハンニバル。めちゃくちゃ少ないね、メンバーが全員で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 聖戦士の戦いか知らないですけど、11人しかいないからね。前回ね、シャナンも倒れてしまって、いや厳しい戦いになりそうです。11人でクリアできるのかな、このゲーム。
もう最後までね、最後の一人にセリスだけになってもクリア目指したいね。もしかしたらこれゲームオーバーするかもしれませんからね。はい、ということでまずは街に行きましょう。なんかアイテムとか売ってないのかな。最後売ってないのか。オッケー、じゃあまずそうだね、闘技場でレベル30じゃないメンバーはねレベル上げしたいと思います。さあ格闘場戦い終わりました。本当に11人しかいないからね。闘技レベルこんな感じですね。もうレベル30のメンバーはね戦ってないですけど、結局レベルがこんな感じですね。ほとんど全員レベル30だもんね。ハンニバルとリーフだけレベル28。もうレベル上げは気にしなくていいでしょう。さあ本当にもう生き残るだけ、アーサーだけヒットポイント1になりましたけどね、負けちゃいました。さあ生き残る戦いですね。まさに純粋の戦と言えるかもしれません。まずはこのマージをやっつけようか。西側からやっつけた方がいいな。これねドラゴンナイトとペガサスナイト死んじゃったから、アルテーナとフィーがね死んじゃったんで、これ倒すの一苦労ですね。全軍というかこの西でにまず向かいましょうか。ということで踊り子のリーンがここまでいける。 OK、 46あるから結構ちょっとだけ打たれ強いよね。よし、セリス自ら、あー、え、これ深い森なの、マジかー。え、じゃあこいつ攻撃できないじゃん。森森深い森森、あ、ずーっと回らないといけない。え、違うな、通れないのか。そうなの。実はこの村って訪問できないんだ。どういうこと。こう回ってこう行かないといけないんだね。そうなんだ、これつらいね。飛行ユニットいないとつらいな。マジか、こいつはだから倒せないんだね。それきついね。この辺りの敵やっつけようか。行くぞ、オリア、もう一丁。ナイス、ティニー。さあコープルは届くかな。コープル足遅いんだよね。ハンニバル届かない。届かない。いやあれ倒せない敵嫌だなあ。木端来た。うわー、平地を広く使ってるよね。守りづらいね。固まって戦いたい。うわー来た、何これ。フェンリルか、避けた。何今の。ん、サイレスの杖、嫌なの使うな。
敵？こいつはもう避けるしかないんだね。こいつ移動しないのかな。移動してみたいな感じだったらね、サイレスの杖、レスト使えるの。あ、サイレスされてる。リーフも、あ、サイレスされてる。なんなも、何それ。レストの杖使えるのはラナか。あ、違うね。誰だ？ティニーか。レストの杖。レスト。アーサー。あ、すぐそこにもう騎馬隊来てる。城を守りながら勝った方がいいね。ハンニバル守備装備キラー棒。ハンニバルほど守備が、ま、似合うやつはいないよね。それでどこまで来る。ああ、この辺りまで。まずいねこれ。サイレスされまくっちゃうじゃん。サイレスばっかりやん。使うんでコープルがフォルセッティで倒してレスキュー。倒せるかな。よーし、必殺出た。ナイス。オッケー。そして杖を振ると場外にレスキュー。おいっと、新しいね、城を有効活用してね。おお、ラナはね、城の中でリザーブもできるからね。どんどん使っていこう。終章ですからね。こいつ嫌だな。中に入りましょうか。はい。なんなも中に入るか。セティもね。なんだこれ。すごい守備的。別に急ぐ必要もないからね。これ、フェンリルか。サイレスはいいんだけど、フェンリル嫌だね。まあいいか。待機。さあ、かかってこい。微妙な距離感取るんだよね、この進軍がね。コンピューターが賢いからね。スーパーファミコンですから。ファミコンとは違うよね。全軍城に入るって どうかな。新しい試みやってみようか。おお、デルモンド、ただいま帰りました。恋人同士の会話いいね。セリスもなるのかな。おお、なった。ただいまラナ。サイレス残り4。城内でリカバー。いいねこれ。新しい作戦ですよ。みんな籠城作戦というね。新しい。よし、これで全員体力満タンですね。あ、サイレスされてんのかな。違う、回復するメンバーがいないんだね。オッケー、来るなら来い。勝負だ。ハンニバル対騎士団。来たな。
これもしかして出撃できないパターン？失敗かこれ。まさかあそこに止まられると出撃できないっていうやつかい？絶対絶命だねこれ。ハンニバル。マジで？でもハンニバルは簡単には負けないと思うんだけどな。うわ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 、敵を蹴散らさないと無理ってことか。城内から攻撃はできないんだろうね。回復役もしっかりいるチームなんだね。どうなってんのこれ。あ、出撃できない。マジかマジ？これやばいね。攻撃でキラー棒、これ倒すしかないんだねこいつを。マジマジか。必殺、必殺出せ。あー出せない、やばい。作戦失敗ですよこれ。あ、踊るっていうのどう？あ、踊れない。何これ。ターンが消費されていく。あ、これで倒せるけど、また新たな敵が来るんだよねこれ。あ、そうなるか。よーし、ハンニバル行け。一人で全員やっつけちゃえ。なにこれ。ハンニバル一人の戦い動画。キラー棒はでもね、受け継がれたキラー棒ですからね。星倒した敵の数50以上なんで必殺出る確率高いはずなんだよね。やばいなこれ。あ、魔法攻撃にはハンニバル弱い。やばーい。あ、倒した。いやいや、それはちょっと違うよな。やばいやばいやばい、やばい、死ぬ、避けろ。あー、ハンニバル、魔法に弱いハンニバル、どうなってるんだこれ。いやー、今さら勉強になったね。仕組みが分かってなかったもんね。入り口塞がれると、あ、出口塞がれると出口出られない。あー、あぶねえ、ハンニバル避けた。すげえ、奇跡を起こしたよ。おいおいおい、死にかけてるよ。あ、ロベルト、あ、手槍持ってるんだ。どういう、あ、またこいつ倒さないとダメなの？まずいなこれ。ちょっとリカバー場外、え、なんでリカバーできないんだ。じゃあリブローは、リブローはできるでしょ。場外リブロー、ああ、それはできるんだ、よかった。これ一応回復はできるよね。なんだこの戦い。なんだこれ。もう一発リブローできるから、それよりも何よりもこのこいつを倒さないと外に出れないんだ。行くぞ。キラー棒も修理もしたいしね。さあ、必殺頼み、行け。必殺出たー、もう一丁。あー、マジか。1、
ハンニバルしっかりしてくれよ。で、踊れないでしょ。あ、踊れる？あ、これはでも城内を踊るだけだもんな。うそー、ハンニバルの戦いまだ続くの？これロベルト倒しておいた方がよかったかな。やばいねこれ。またこいつ回復するでしょ。ほんでもう参ったな。あ、サイレスとか使えないかな。あ、使える。サイレス使おうか。エルファイヤーね。これこいつにサイレス。贅沢だね。ただの雑魚キャラにサイレス使いましたよ。貴重なね。それからこの隊長をね、あの動けなくしようか。サイレスとスリープもう使っちゃう。どうせね、あのなんか最強の敵とかにはスリープ使えないんだよね。もう使っちゃうっていう手もあるよなこれ。使おうか。命には帰れないもんね。っていうかもう負けそうだもん。杖、場外、スリープ。まさかこんな戦いになるとはね。下手くそかって言われそうですけど。あ、なんで？あ、できないんだ。やっぱ隊長クラスには使えないんだね。そうなんだ。なんか条件あるんでしょうね。スキルでもないけど指揮官には使えないとかそういうのあるのかな。マジか。こいつ何？あとは魔法使いはいないんだよね。いや、これぐらいしかやることないか。出撃したいわみんな。うずうずしてますよこれ。なんだこれ。避けろ。開いた。倒せ。地理貧な戦いになってる。よし、受けた。倒した。よーし、ハンニバルいいぞ。我が軍は一人だけでも強いってことを思い知らせてやれ。わ、直接攻撃してきたか。あー、移動した。また入り口塞がれるんだよね、新たな敵で。さあ、誰が入り口を塞ぐ今回は。何今の、怖っ。お、誰も塞がない。お、まさかの入り口が開くという可能性が出てきたってことかもしれませんよ。どうだ。あー、ロベルトか。ロベルト自ら来たか。あ、大盾出たのか。あ、ロベルト開けた。おっと、これは開いたんじゃない。おっと、コンピューター隙を見せたな。開けましたね。結局は作戦成功ということでいいですか。さあ、こっからセリス軍の反撃が始まる。行くぞ、セリス出撃だ。一気にね、攻撃しよう。銀の剣出撃できたぞ。やったぞ。結果としてはこれ倒しやすくなったんじゃない。ハンニバルが頑張ってくれたおかげで。こんな絶対なんか攻略サイトとかには載ってない戦い方だよね。さてさて、どうしよう。この辺りで踊りましょうかね。うん、まずは騎馬隊行こう。基本ですよ。リーフ行こう。
ロベルト倒そうか。間接攻撃で倒したいから、コープルだね。フォルセティ、くらえ。最強魔法。もうなんか十二聖戦士のあの武器ってフォルセティぐらいしか残ってないじゃない。あとみんな死んじゃった。本当はなんかセリスの武器もあの多分あの僧侶が持ってたんでしょうね。死んじゃったね。司祭が助けられなかったんだよな。ライトニング。あ、こいつ関節武器か。しまった。戦い方間違った。あー、もう一個残った。あ、エルファイア全然反撃してこなかった。あ、サイレスのやつか。なるほど、オッケーオッケー。じゃあデルモッドでとどめさしましょう。鋼の剣。ごちそうさま。この辺りで支援しましょうかね。さてさて、どんどん行くよ。ティニーウィンドウ。よし、もうこのターンで全滅さすぞ。ハンニバルが頑張ってくれたおかげだ。アーサー出撃。ウィンドウ。アーサー強いな。最初はね、見習い魔導士みたいな感じでしたけど、強くなったな。なんな、サイレスされてんの。レストは違うメンバーがいだよね。まあなんな、休んでおきな。銀の弓。よし、上がった。リーフもめちゃくちゃ弱かったけどね、最初レベル1。さあリーンが比較的安全なとこから踊りましょう。このターンでいけるんじゃねえこれ。セティいけ。あ、やっぱりセリスだね最初は。セリス突っ込め。剣長年使ってるから必殺が出やすいんだよね。いいよ。なんだね、こっちはつけとこうか。今サイレスされてるから。ニバルもダメージ受けてるんだよね。よし、アーサー行け。大活躍。ほぼほぼノーダメージで倒せるよね。直接武器のやつには間接攻撃というね。オッケー。セティが行く。ライトニング。あ、ヒットポイント1か。こいつさあ、あとはこいつだけ。銀の弓でやっつけよう。 OK、 鎮圧しました。やったぜ。
すごい。ラナ、ラナ動かず。あ、リカバーできないのここで。出撃。ラナ初めて出撃。杖リカバー。さあ進軍しましょうか。撃退したぞ。入る守備、守備でいいか。いや面白かったね。まさかの出られなくなるというね。さあこいつらもね倒せないんだよな。ここの場所にいられるとこいつは倒せるのか。さあ次はこいつか。ボイス銀の弓とかね、まあまあ歯ごたえありそうですけどね。こっちも百戦錬磨ですからね。スリープの杖、さあ敵のお手並み拝見ってところかな。行こうか。一旦ここで区切りたいと思います。次回ね進軍してこのボイスを倒したいと思います。それではまた、さよなら。